はい、どうも、コミです。さて、本日はこちらの TH コンプリーターさんからですね、動画をお届けしていきたいというふうに思うんですけども、本日のテーマは、これね、多分、これからしばらくマジで使うテクニックになると思います。壁の中への入り方、ここを見ていきたいというふうに思います。で、ちょっと始める前にですね、自分のチャンネルの説明なんですけども、こちらのチャンネル、クラン対戦系の動画の解説を中心にやっていってます。クランにいて、対戦で星3が取れるかどうかって、やっぱ大きな、モチベーションを左右する要素だと思いますので、そこで、悩みを持ってらっしゃる方の、ヒントになるような動画をお届けしたいというふうに思ってますので、こちらも最後までご覧いただきまして、あ、いいなと思ったらグッドボタン、またはチャンネル登録まだの方はそちらもよろしくお願いいたします。というところで、今日はですね、合計5本見ていってほしいなというふうに思うんですけども、必ずしも全部全開っていうわけではないんですが、こういうですね、壁をどういうふうに処理すんのっていうパターンですね。ちょっと見ていきたいと思います。こういうやつ。キリさん、すみません。前回じゃないのちょっと上げさせてもらいました。もしかしたらね、悔しかったから、あんま動画してほしくないっていう話もあるかもしれないけど、ごめんなさい。ここ。これですね。ちなみに、キリさん、もともとめちゃうまい人なんで、多分この攻め見てもらったら、うまさがわかると思いますんで、今回たまたまうまくいかなかったのを使っちゃってるんですけども、ここですね、こういうやつ。すんげえ嫌じゃないですか、こういう。ちょっとこう空いてんの。ここね。ここ空いてるせいで、ウォールブレイカーここに当てられないしってなるじゃないですか。なんですけども、じゃあこういう壁の中にはどうやってユニットを入らせていったらいいのっていうところ。特にヒーローですよね。そこを今日は中心に見ていきたいと思います。いろんな入り方見ていきます。合計5本ですね。早速いきましょう。まず1本目。これです。はい。これ、スーパーウォールブレイカーを投げていきましたよね。投げていって、ここでもタゲ取らないじゃないですか。タゲ取らないのにどうするのって言っても、これ開くんですよ、こうやってボンって。はい。ちょっともう一回見ていきましょうか。これ。超大事。このテクニックが、まず割と、一般的によく使うパターンなんで見ていてください。はい。スーパーボールブレーカーを出していったときに、どこをタゲ取るかって話なんですね。ここタゲ取るんですよ、ここ。見てください。出しますよね。はい。今、ここタゲ取りましたね、ここをね。で、いいんですよ。ここの中にこう入ってくれさえすれば、どこタゲ取っても別にこっちに来ようが、こっちに来ようが、この中に入りさえすればいいわけですね。で、その時に、当然スーパーボールブレーカーダメージ受けるわけじゃないですか。こういう、大砲とか、アジャ島からこうダメージ食らって。受けますよね。で、こうやって体力減らされて、やられた瞬間爆破するんですね、このスーパーウォールブレイカーって。この爆破を使って壁開ける。これですね、まずはこれ。そうすると、ぽっかりと、ここ、あたかも、スーパーウォールブレイカーがたげって壁壊したかのような開き方をするんですね。で、グランドボーテンの攻撃が、一発入れば、大体そこでスーパーウォールブレイカーって弾けますので、今回キリさん、大砲の攻撃で弾きましたけども、もうちょっと奥に入って、スーパーウォールブレイカーこの、グランドウォーデンのダメージで、壁を壊すこともおそらく想定して撃ったんじゃないかなと思います。あとはシングルインフェルノですね、があったりするような区画っていうのは、全く問題なくスーパーウォールブレイカーがシングルインフェルノ攻撃で、やられて、弾けてくれますんで、以降ですね、このグランドウォーデン像がある場合、あとはシングルインフェルノがある場合っていうのは、この開き方すごい使いやすいですし、今みたいに大砲とか、アシャトとかのダメージを受けながら、どこら辺からスーパーウォールブレイカーがダメージを受けるかなっていう、そのダメージを受け始める場所、と、本当に集中する場所、この2つを見極めて、この辺で弾けるなっていう感覚を掴んでみてもらうっていうのがいいかなと思います。実際にやるときには、慣れてない場合には、フレチャーとかでやってみてですね、この辺だったら、このくらいの火力ならここで爆発するんだなっていう、勘どころを掴んでもらうといいと思います。結構ね、これ、いや、そう言ってもね、なかなか運が絡んできて使いにくいんじゃないのっていうふうに思う方も結構いると思うんですけども、割とですね、使えると思います。割と。僕も、最近こそやんないけども、結構、クイヒーディガホグが主力なんで、よくやります、これですね。で、ここ、さらにスーパーウォールブレイカーで、ほら、ここまた開けましたね、こんな感じ。わかるかな、ここ。今、スーパーウォールブレイカーが来て、このアチャ島と大砲でタゲ取ってくれて、ここ T 字型になったんですよ。T 字型に完全に。これ、ぽっかりこんな風になったんですけども、ここに流し込んでいって、これ開けましたね、ここね。ここ。開けました。で、こうすることによって、アチャクイがそっち方面にこう逃げていけるようになるというわけですね。さらにもう一層開けていくと。ただ、ちょっとね、これ火力があまりにも高すぎて、これアチャクイがクローク入っちゃったりもして、結構苦しんでしまったんですね。ちょっと多分これ予想外。ここで、投石機までおそらくアチャクイで見たかったと思うんですけども、そのためにこのババキのカットもしてるわけなんですが、これがちょっとですね、おそらく予想外で、投石機が最後残っちゃって、で、そこで全開逃したっていうパターンでしたらね、今回は。
ただまあ、この壁の入り方お見事ですよね。本当に。この、爆破ダメージを使った壁の壊しっていうのを2回やっているっていうところが、やっぱりまあ、キリさんの、そういう壁に対する、そのアプローチの仕方の、熟練度をこう見せてくれてるなっていう気がしていて。ああ、さらにこれあれか。真ん中トルネード赤風船プラスの透析機っていう、もうトリプルコンボだったんですね。これは痛いな、確かに。こうされちゃうと、やっぱり、バルーンがやられちゃいますね。トームを序盤に入っていたので、中央部分に入ってきたバルーンたちにトームを使えなかったってことですね。ただこれ惜しかったな。ロイヤルチャンピオンまだこれホミングシールドも残している状態なので、このままシールド吐いてババキン倒して、うわー惜しい、うわめっちゃ惜しい。いやこういうことなんですよね。だからキリさんそもそもめちゃくちゃうまいプレイヤーの方なんで、ここでアーチャークイーン食い火がロストさえしなかったら全然時間切れになってなかったはずなんですよ。なんだけどあそこのね、一瞬のアーチャークイーン竹取って壁殴っちゃったっていうのが不幸でしたね。あそこでおそらくプランがだいぶ崩れたんじゃないかなって思いますが、いや紙一重でしたが、まあ、壁の張り方はすごくお見事でしたね。ナイスアタックでした。でこっからまたですね、いろんな方法、残りまだ4つあります。4つね、全部見ていこうと思います。で次2つ目はですね、これ結構これはねミスが少ないパターンですね。はい、ユウさん、今日ユウさん2本動画ちょっと上げさせてもらいたいと思ってるんですけども、こういうところ空いてますよね。空いてるけども必ずウォールブレーカーがたげるポイントがあるんですよ。どこかっていうとこのつなぎ目です。ここにウォールブレーカー当てちゃえば、こっち側にこう中にアチャクイーンがこう入っていけるわけですね。まあ今回ちょっと入っていかなかったと思うんですけども、確か思うんですけども、壁の中に入れていくっていう意味で言うと、まあ、ここで壁を分けて、まあ、本来っていうか中に入れたいんだったら、まあ、こっち側のカットを何らかイエティとかでやってあげれば、着衣はこういう風にグルターンホール方面にまあ入っていくと思いますね。まあ、今回はそれをしませんでしたが、はい、こうやって壁の中に入れていくっていう方法もあります。これですね。まあ、TG を使うだから、まあ、やっぱね、ここからやっぱ入れたいっていうのはあるんですけど、難しい場合にはこういうところからこう入れていくっていうパターンですね。こういう風に入れていくっていうパターンもやっぱり考えておくべきですね。で、ユウさん、中央部分までアチャクイでえぐらせながら、うまいんですよね。この狭い区画にディガホグを集めて、で、アチャクイでこの辺をもう完全にこうね、制圧するっていうパターン。こうなってくると、ダメージもアチャクイとディガホグでこう分散されるんで、なかなかやられないんですよね。ディガホグもアチャクイも両方とも。このやっぱり、なんていうかな、ユニットの付け方がうまいなっていうのは本当思いますね。ユウさんのディガホグ、ちなみにめちゃくちゃ勉強になるので、もしティーコンさんに行かれる機会があったらぜひ見てほしいなと思うんですけども、突撃艦スパビスとかイエティとかを使わないディガホグするんだよね。今ここから投下兵舎出したじゃないですか。こういう風に投下兵舎ディガホグっていうのが本当にやっぱりね、ディガホグやる上では強くって、この形を作れるかどうかっていうのがもう勝負の分かれ目と言っても過言ではないぐらいだと思います。でタウンホール、さらには投石機まで全部アーチャークイーンが折っていきましたね。これやばいっすよね。こういう風にアーチャークイーン入れてぐるーっと歩かせて、こういう風に持ってくるわけですよ。これね、この動かし方マジでやばいと。これ、アーチャークイーンがもうそこでタウンホール側に入っちゃったとしたら、ディガホグパートの多分展開をこっち側にしたと思いますね。こういう風に、これはアーチャークイーンの動きを見ながらディガホグを展開する場所をもうその場で判断したんじゃないかなと思います。やっぱ慣れてる戦術の場合ってこういうことができるので、もうユーザーの場合本当にディガホグを対戦でガンガン使うプレイヤーの方ですから、この攻め方慣れてますのでね、かなり、臨機応変に対応が効くんじゃないかなと思います。はい。で、二つ目。T 型のところ、こういう、すみません、こういうところ。こういうこの T。T から、ユニットを入れていく。スーパーボールプレイカーで穴を開けていくというパターンを見てもらいました。一つ目が、スーパーボールプレイカーの爆破で開けていく。二つ目が T。これを、使う。T 字型ですね。ここを使う。で、もう一個、見ていきたいのはですね。これですね。これ。こういう入り方もあります。エンペラザーさんのアタックですね。うまい人ばっかなんだよな、ティーコンさん、マジで。で、今回見てほしいのは、こっからの入りですね。ここの入り。ここの入りどうすんのっていうのを見てください、ぜひ。で、アチャクイ、ここからスタートします。で、カットしてますね、ここね。こういう風に動かしていくというパターンになるんですけども、どんな風なことをしていくかっていうと、これですね、結構使えるテクニックです。マジで、覚えておくべき、テクニックだと僕は思いますね。クイヒー使うことは特に。
で、アーチャークイーンが、このまま、アーチャートをタゲリ、ウィストをタゲリっていう風に歩いていくんですけども、まずはアーチャークイーンをこの壁際にこう誘導していきます。ここに。この部分に誘導していきます。その上で、カットしちゃうんですね、ここを。ここを。ここをカットするんですよ。そうすると、アーチャークイーンは、中の方、こっち側の方にこういう風にターゲットを取っていきますので、それを利用するんですね。壁の中に自然に入れる。入れるために、失礼しましたね。ここね。アーチャークイーンをまず、第1段階、壁側に近づけるですね。で、第2段階、ここをカットする。そうすることによって、アーチャークイーンのタゲを、この部分、ここにいるアーチャークイーンですね。ここにいるアーチャークイーンのターゲットを、壁の中のこういうところに移していくというところなんですね。そうすると、自然に外に出る必要がないじゃないですか。まっすぐ、こういう風に入っていく絵が描けますよね。このカットするだけ。だから、アーチャークイーンをちゃんと壁際に誘導するで、外側をカットする。この2つの、今、丸1、丸2書いたところっていうのが、できると、アーチャークイーンこんな風に中に誘導されることができますということですね。で、さらにガンガンスーパーボールブレイカーで壁開けていて、ここまで開けるのかな確か。うん、開けますよね。で、ここに、はい、スーパーボールブレイカーがついて、アチャクイのルートがガチやばいね。ここに入っていったらもう、防衛援軍、マルチインフェルノ、投石機、相手のアーチャークイーン、バーバリアンキングを全部倒せるので、まあ、あとはやられないようにやっていくという感じですかね。で、レイジをかけて、アーチャークイーンの、回復量を上げている状態で、ここで目を離します。これ、ね、目を離す前にレイジ打っておくのすごく重要ですね。そうすると安心して目を離せれるんで、レイジを打たずに目を離しちゃうと、ワンチャンやられちゃうことがあるんですけども、ここをね、やっぱ注意深く、エンペラザーさんやってますね。ケアがお見事です。で、さらに余裕があるタイミングで追加のレイジを打っておいて、またこれ、ディガフパートに目を向けます。もう今完全にアチャクイ見てませんね。クロークもあるし、もう レイジも打ってるんで、これ以上やってアチャクイがやられたらもうしょうがないと。やることはやったという感じになってます。で、シングルインフェルノのところ、そこロロロイちゃんが捕まっ、ん、と思った。ロロロって言ったけど、ロイちゃんが捕まっちゃっていますけども、そのまま、ホグライダーが援軍で来てる。ホグライダーが、合流して押し切っていくと。で、アーチャークイーンやっぱ生き残りますね。ディガホグがそこにもう合流した段階で、アーチャークイーンのダメージが一気に減りますので、アーチャークイーンはもう、低ダメージ帯で安全にこういう大砲とか、あとは、テスラとかを、きっちり、ヒーラーを引き連れながら壊していくという感じです。圧倒的なディガホグの数を残したのこの前回。何でできたかっていうと、アーチャークイーンをすごくバックワードが取れるこのルートを歩かしたからですね。防衛援軍、キング、投石機、インフェルノタワー、この辺を、あとクロスボウも含めて、ゴリゴリ折っていく。このルート、ちょっともう一回ね、これ。ほら、このルートよ、このルート。インフェ2個に、ロイちゃんに、投石機に、クロスボウに、防衛援軍、キングよ。これ全部、クイーン、クイヒーで、壊していった。しかも、使った呪文は、テンプレの呪文編成ですね、これ。0時3発、フリーズ2発。これも、クーヒディガフのテンプレ、と言われる、呪文編成なんで、やる方は覚えておいてもらったらいいと思うんですけども、これでしっかり折っていったということですね。これができちゃったんで、もう、すごい、ディガフパートが、もう、悠々とね、活躍したということですね。ちなみにこれなんか名前おもろいな。一星小王子。結果は結果どうだったんだろう。一星だったのかな、本当に。謙遜、ご謙遜されてますね。星さん取ってるのに一星なのか。またご謙遜を。はい。という感じでした。最後の元で全然忘れてください。で、次ですね。3本目を見ていきましょう。なんか無駄話が過ぎて、だいぶ動画の時間長くなってますけども、もう2本ありますね。で、3本目はこれです。アマシンさんのアタックですね。これ。何かっていうと、動きを読むってやつです。これはね、はっきり言って、めちゃくちゃ難しいです。これができたら、まあ、苦労しないよねっていうところかな、多分。ちょっと待って、これなんか違う気がするな。ごめん、間違えたかもしれない。もしかすると。こっちだね。こっちの、ここかな？これ、間違えた、こっちですね。ゆうさんの方だった。ごめんね。これです、これです。動きを読むってやつ。これがね、めちゃくちゃ難しいんですね。よくね、ここの隙間にアチャクイを入れていくわけですよ。ここにね。なんだけども、これはね、多分ね、もう、理屈を言えばですよ。理屈を言えば、
ここに2マス分の隙間がありますよね。こっちも2マス分の隙間がある。だから、中央部分から出したアーチャークイーンって、この辺をこうタゲった後、こっちタゲって、こうタゲって次はここに行くなっていうのが、まあ、わかるわけですね。こっち側には行かないよね。2マスあるからっていう。まあ、ことなんですけども、テスラが生えてきたら終わるし、おそらくそこに対して、おそらく今このタイミングで、めちゃくちゃ、バルーンを、タップして、いつでも使える状態もレディーゴーのレディー状態にしてると思います。ユウさん、絶対に。でも、それぐらいシビアですけども、はい、ここ、さっき言った この2マスのスペースがね、この2つの施設の横にあるので、この、ウィストをたげっていくよね。たげるためには、この壁の中に入んなきゃいけないよねって、まあ、そういう理屈ですよね。で、ルートを読んで誘導していくってことですね。まあ、これやるには、まあ、U3 レベルに食い慣れているか、ないしは、秘書券でやる方が安全かもしれないですね。もしかするとね。で、さらに、こっからさっきの雪平さんだっけ違うな。エンペラダーさんのパターンですね。ここ、ベビドラでカットして、中に入ったアーチャークイーンがそのまま、壊された壁の中に入っていくと。まあ、ここはちょっとね、この本題とは逸れますけども、誘導のタイミング、仕方もバッチリ完璧ですね。素晴らしい。レイジヒーラー状態で、アーチャークイーン、投石撃、イーグル砲をって言って、さっきのユーさんのアタックと同じですね。投下兵舎を、脇に出しながらキングと一緒に外周を歩かせ、この狭い範囲をしっかりディガホグ突っ込ましていく。で、アーチャークイーンは、中央からガルッとね、ガルッとこの辺を、まるっと、ガリッとまるっと、突破していくという感じですね。で、あと防衛軍、さらにはクラン城まで、アーチャークイーンで壊していくことができるので、ディガホグたちは迷わずこのタウンホール側に向かっていくという絵が描けると、まあ、いう形になります。いやー、すーげーすげー、めっちゃうま。ここでだって、今タウンホール壊すためにトームを使ったのかだよね、多分そうだよね。トームワンテンポ遅らしてあえて使ったのかなって思わせるぐらいの、今タイミングでトームが効いてたけども。ディガホグの、だから残り方が半端ないんですよね。狭い部分に、こう、ディガホグを、出していってるからで、さらに、このスーパーウォールベーカー普通やるこれ。これで、まあ、アーチャークイーンこれ多分やられちゃうんだろうけど、あ、クロークがあんのか。うわ、すげえやば。いやー、これちょっと、なんか主題であるこの壁の入り方よりも、ユウさんのこの、スーパーボールブレイカーの使い方だったり、ディガホグの熟練度の方がちょっと光っちゃうな、これ。やば。まあ、こんな風にですね。まあまあ、壁の中に入ったアーチャークイーンの動きが、壁の中に入って以降の方がすごくて、ちょっと、壁に入った小技の方がなんか霞んじゃいますけども。まあでも、まあこの4つ目は、動きを読むんですね。まあだから、もう一回戻ると、こうですね、ここ。ここの部分の隙間。この部分の隙間っていうのを、見て、出したアーチャークイーンっていうのが、ここをたげります、たげります、たげります、たげりますってなった後に、こっち行くよねっていう。ここじゃなくて、こっち行くよねっていうね。このルートの読み。2マスの隙間、2マスの隙間。まあ、ここですね。のところを、見極めて出すというところでした。ではですね、最後の1本は三毛猫さんがやってくれているので、これですね、関西クラクラクラブの方で見ていきたいというふうに思います。はい、ではラストですね。この三毛さんのアタック見ていこうというふうに思うんですけども、ですね、ここに入れていくんですね。このイーグル砲の区画に。どうやんのかっていう話ですよ。さっきのユウさんの攻めとも少しまあ形が違って、難しそうに見えるんですけども、まあ、まだちょっとね、先日ドラグバットです。まあ、残念ながら前回にはいかなかったんですね。別の動画でも出したかな、これから出すかな。突撃化にトームが勝てなくて、残念ながらね、途中で落っこちゃったっていうパターンなんですけども、すごくいい攻めにしたらよかったですね。これ。はい、ここポイントです。ベビドラで、ここをカットしちゃって、ここね、カットしちゃって、そのまんま、キング、クイーンを中に入れていくってパターン。で、本当にこれ入んの？こっち下げちゃって、クイーンとか外行くんじゃないの？っていう風に思うかもしれないけども、これ行くんすね。きっちりこの角から出すんですよ。きっちり角から出して、一切っすよ。こういう方向にアーチャークイーン下げらせない。まっすぐアーチャークイーンがここに向かうことができさえすれば、できさえすればですよ。この施設見てください。ここはもう壊れちゃうわけです。ここは。ここはもう壊れちゃってる状態ね。この3つの、この、金山、ダクエリポンプ、イーグル砲、この3つが立てて並んだときに、アチャクイがここにいれば、イーグルたげりますよね。イーグルたげるから中に入るってことなんですね。見ててください。これ外周の、大砲までしっかりと、これ、ビビドラで壊していって、
で、スケトランが出てきましたけども、アチャクイのポジション変わってないですよね。はい。これ。アチャトを壊す、アチャトを壊す、3個並んだこの施設、イーグルが一番近いからこっち上げるってパターンですね。これ、ババキンがいたんで、なおさら、そこ行きましたけども、いなくてもこれイーグル下げてます。で、このパターンで結構ミケさん、クイーンを、スーパーボールブレーカー使わずに角から中に、この1マスを使って中に入れることよくやります。めっちゃよくやるんで、これ全然ですね、再現性のあるもんだというふうに思ってもらって、いいんじゃないかなっていうふうに思います。ミケさんのドラグバット面白いですよね。先にバルーンドバット出しちゃうんですね。で、バルーンでターゲット取ってからドラゴン出すと。僕結構2、3体バルーンを出して、で、ホーミングのチェックしてからドラゴン出して、で、ドラゴンでタゲを取っておいてからバルーンを攻撃用に出すんですけども、ミケさん少し違いますね。バルーンをタゲ取り用に出すって、でも結構生き残るからすごいなと思います。一瞬トームが遅れたんだよね、これね。一瞬、マジで一瞬。本当もう数、コンマ数秒ですよ。そこで、ね、ホーミングが落っこっちゃって、ターンホール届かなかったんですよね。これね、惜しかったなぁ、マジで。で、このまま行くとターンホールがマジやべえと。これ、ターンホール残っちまうじゃねえかと。いうことで、ターンホールにもう必死にフリーズをかけていって、コウモリで落としていこうと、していますね。でもこれね、ギリ落ちないんだけど、その後来たこのドラゴンくんが、いい感じに、このターンホールに、火を吹いてくれて、で、コウモリがドラゴンを守ってくれてる間になんとか、ホール落としてほしいんだったんですが、ここさえなかったらおそらくこの攻め超絶圧倒的な星さんになってたんじゃないかなっていうふうに思います。マジでドラゴン中央部分でめちゃくちゃ生き残ってるじゃないですか。で、コウモリも本来この辺の、ウィストーンにフリーズ当てながら全部、対空砲とかね、コウモリで壊すはずのプランだったんで、結果的には防衛全部壊せたのかな、まあ、確か、この迫撃だけが残っちゃったのかな、なんですけども、本当惜しかったなっていう感じですね。だから、こんな感じですよ。ほらほらほら。ちょっとこれ厳しいんだけど、対空砲だけだから、あともうウィザードが壊してくれて。で、まあ、その、まあまあ、ウィザードだけじゃ、ちょっと時間が、負けずに時間切れというパターンだったんですよね。まあまあ、攻め自体はちょっと、あれですけども、こちら側の、ユニットの入り方ですね。キングクイーンをこの角っこからしっかり出していって、で、ここの部分を、ベビーでカットする。間違えた。ベビー、よいしょ。こっちもね、同じね。ここもベビーでカット。ベビーでカットする。で、カットしていくことによって、この3つ並んだ施設、一番近いイーグル砲をたぎらせて壁の中に入れていくという、このパターンですね。このパターンをやっぱりですね、何度か試してみていただけたらなと思います。なんだ、フレチャーとかでいいと思うんですけども。で、扱えるなと思ったらぜひ使ってみてください。やっぱテスラとか生えてきちゃうとだいぶ危ないので、さっきのユウさんの攻めと同じで、バルーンはもうすでにね、こう構えてスタンバっとく必要があるんですけども、まあ、それさえなければ、ほぼほぼこのパターンで、壁の中に入っていけるので、まあ、この方法っていうのも結構いいかなと思います。というところでですね、どうでしたでしょうか。今日は、まあ、こんなような、はい。こんなような壁、の中に、ヒーローを入れていくためには、特にアーチャークイーン入れるためにはどうしたらいいのかというところにね、着目して動画3、5本、お届けしてまいりました。結構使える小技だと思うので、ぜひですね、覚えておいてもらって、いろんな場面で活用してもらえたらなというふうに思います。ではですね、本日の動画これで終わりにしたいと思いますけども、まあ、参考になったなというふうに思ったらぜひグッドボタンを押してもらえたらすごく嬉しいです。また、これからもですね、クラン対戦 の、解説動画、ね、たくさん上げていきます。タウンホール11から13幅広くやっていきますので、ぜひぜひ、ご視聴いただきたいというところと、チャンネル登録まだの方は、ね、そういう動画をね、チェックしていただくためにぜひ、チャンネル登録の方もお願いできたら嬉しいです。では本日このあたりで終わりにしたいというふうに思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。